オフェリア殺しは、オグリムシタロウの短編探偵小説。改造者の雑誌、改造1935年2月号に掲載された。名探偵、ノリミズリンタ郎シリーズの一つで、時系列的に、国士官殺人事件の解決後のものとなっている。前作同様、弦楽士味的な文体が特徴で、その多岐にわたる膨大な知識量が述べられている。オフェリアとは、 シェイクスピアのハムレットを元にした劇中劇ハムレットの長飛の登場人物の役名である。ノ水ミ太郎はハムレットの保冷書が実は女性で破滅的な人物だったという設定で自作した劇ハムレットの長飛の舞台で主演を務める。もともとハムレット役は大御所、風間九十郎が演じる予定だったが、 2ヶ月ほど前に突然失踪したため放水が引き受けたものであった。そして、九十郎の腹違いの娘である、久米の旗号と、トークジャクがそれぞれ、オフェリアとホデーショーを演じる。しかし、旗号は幕合いに、父、九十郎の亡霊を見たという。彼を裏切り、新劇団に移籍していた一座の面々は、不安を覚える。ほどなくして、上演中に、事件は起きる。 オフェリア受水のシーンにて、劇場全体が地震のように振動した後、舞台に軽動脈を切られ血まみれで息絶えた、旗た号が現れたのである。一同が恐怖し混乱するも、翌日には代役を立て上演が再開される。しかしその最中、舞台の下からは、行方不明だった、九十郎のフランシュ体が発見されるのだった。果たして、本当に九十郎の亡霊が現れ、 旗号を殺したのだろうかかっこないは、劇中劇、ハムレットの超被内での配役。ありがとうございます。